影の実力者になりたくて。3は最高。こういう今まで何重もの同じ類のアニメを見てきた身としては、やっぱりこんなテンプレが安心できる。可愛いヒロインとペチャクチャ話すだけでいいなって思いました。まあアニメとしての個性は消え失せちゃいましたが、このアニメ1話からどんな方向に行きたいのかまだ見えてこないので、様子見って感じですね。とりあえずインティアニメのお話でした。